さあ続いては彦丸さん対マジェさん。マジェさんは初かな、スプランには、スプランのイベントに来てくださるのは初めてかもしれませんね。ありがとうございます。さあまず第1ラウンドバッティングは彦丸かぐら。CC から、おまさあ AA まで出して球を出すぞと、エクシーでアクセルはジャンプ C で潰される、いて、いて、さあ攻めが続く、下段をたくさん入れて、コンボ判断素晴らしい。うわー、ここで打ってくれ、月下から、いや少し高い、対空ずらしは意味がない、バーストを読んでいる。第1セットを勝っていくは彦丸さん、これで 1-0。さあ続いて2ラウンド目、これはカットっぽかったけど展開の速さでごまかしていく、だがその後うまく捕まえて流れはカグライト、めっちゃ時間稼いでめっちゃ時間稼いで、投げには月下から、おおマジ、展開の速さで無理やり攻めを作るが、遊撃走からギリギリ届かない、再輪撃が当たる、前回は早くバーストが間に合わないか。さあ第1ラウンド奪っていくは彦丸かぐら、少ししゃがみ C が早かったかというか前ハイジャンプで降りてきましたね。これは A はガードできている、ガフ難しい、 B バフナーが当たっていて、よし、スカラスからの下段をガードしていたが刹那投げが通り、カグラは下が薄いので当たりづらいか、まだ分かる、ガフアブ飛んでいる、素晴らしい、よく飛んだな今、前ジャンプでも当たったし垂直ジャンプじゃないと避けれなかったポイントだと思うんですが、これはどうだ、四隅下段が取る、これで 1-1、リーファフナー見逃せない、相手の空中ラッシュをしっかり高めて、その場を起き上がりしゃがみしは相打ちに終わり、流れは前へ、いて手叩くはしっかりガード、中段は垂直ジャンプから、リーファフナー出せる、
遊撃層からバスト投手、わー、ジャンプしがタッチを潰していく、当たるか、当たる、これで日本選手、さあ林神楽切れている、え戻ってみると、さあ構造をうまく使ってますね、崩すというよりは自滅待ちに見えますが、お疲れ、ああ、さあまず第一ラウンド奪っていくのは彦丸神楽、深めの 50% がないと少し危険なタクでしたが、流れは無理やり持ってくるにはいいタクでした。強化スズランから降りてきて先端当て、ううしゃがみくらい、ひめりから触っていく、さあひめりがあるのでなかなかしゃがみシーンも気軽に打てないか、ACB が通り、アクティブフローへと入っている、足りない、さあ削っていく、いやらしくチクチク、さあこれで1対1、月下月下で対空時間を伸ばして強気の追加ガフじゃない、そう、これは暴れ潰しとか投げ潰し、リーバックからの肩回しワードとして空投げ決めていく、なかなかやってないとやれないことでしょう、 CDG 賞、空投げはしゃがみシーからうまい、これはどうだ、オーバードライブ、うまくいけば足りそうですが、ガーフのルートをしっかり外している、あー危ない、空投げ、オーバードライブ安全に倒していく、これで3本先取、止まらない、引っ込まるカグラ、さあマジュさんもかなりゲーム内容がいいので結果的には 3-0 になっておりますが、あと一歩というところで試合を取られておりますね、なんとか取り返していきたい、リュージン翔、画面端は強化スズラン、結構ね2段目直後確認からボタン押さないの難しいですよね、お、サイリン撃、今いい上で、シャムシ早い、何なんかすんごいずさってなってたけど、うわー、飛龍戦、飛龍戦技じゃないや、やべ、お手です、やべ、名前出てくるか、
やべえ、立ち入り C の名前が出てこなくなった。トリュウレンザンか、トリュウレンザンだ。マビ、あ、そっか、繋がんないのか、普通見たら。強化スズランから画面走ると、下段高取る。これをうまくすれば、いやー微妙か、足りたような気がし、なんか難しい判断。リッカランを千マダル間に合う。11、さあかなり11多いんですが、ここからがうまいですね、熊田さん。お疲れ。いつの間にか復旧がいた。さあ、ビーバックと共に迫ってくる。うまっ。スズランは後ろジャンプで対応したいが、空中ラッシュが刺さり、よくガードすんな。いやー、ここで取る、いやらしい。さあ、相手のミスを見逃さない。一気に画面端へと。あっと、どうなる、落ち着きたいところ。しゃがみしーが飛んでくれ。さあこれで3-1。さあ誰かのゴミが置いていかれましたが、さあ戦争屋、戦争屋がゴミを捨てていった。さあ続いて5試合目。うおやはり勢いが大事。さあ開幕痛いの入ったんでバースト。さあ再臨撃、好転は読んでいる。これは少し早かったのかな、タイミングが。さあ流れが大きく変わってきたか。マジェさんが力強く動けている。さあだから引っ込まれる神楽、コンボ判断が素晴らしい。わあこれはオーバーグレーブ入って倒しに行く。さあここで一本先に先制していく。さあ流れが変わってきたか、うまい。遅めの逆ハズレから強化スズラン当てて、しゃがみしで待ち苦しいは少し遠いか、いてタムシーティーはガードが間に合って、しゃがみシーはジャンプシーで潰れる。さあバイ通信にもなっている。流撃層からどうなんだ、素晴らしい。さあこれで取り返し、最終ラウンド。しかし弾はガードしている。 B ヒメユリは飛んで再臨撃、石入れ替えて、へえすげえな、減るわ。中段からダメージを伸ばす、すげえ減るな。
うわえぐい、うわ裏じゃなかった、表だった。これでリーチをかける、引き込まれるカグラ、しゃがみで割り込んで、勝てます、結果落とせ、うおーマジ、いやオーバードライブなのか何かが化けたか、いてぇよすみからおいしい。さあファフナーをずらすようにリッカランオーセンは冷静に反撃取ってリーチをかけていく。さあこれが最後となるか、表だった裏かと思ったら表に落ちてくれ、まあ AC マイシー、このダメージ痛すぎる。おおしっかりしてる、タムシーティはガードして、しゃがみしいが、いや難しい、さあ月下への対応がかなり確立されてきたか、ひねりから試しというガードしている、デンジャーにさせてジャンプにしゃがみし、さあこれで 1-1、 だから依然福丸さんがリーチをかけている、うまっ割り込んでリーファフナーは誘っていくが、ここはジャンプし素直に出していく、中段取っている、サイリン撃は許さない、しゃがみしが潰れてしまうが、マウスを置いて無理やり画面端を継続する、おお。下段はしゃがんでいる、よくしゃがんでんな。さあ入れっぱつぶしをしっかりガードして、うまい、ダメージ奪って、うわ残りが連続、下段もしっかりガードして、うわーこれはおそらくさよならなんじゃないでしょうか。最後の最後に我慢して勝っていったのは彦丸さんというわけで、5対1で彦丸さんの勝利となります。おめでとうございます。戦争や林ペアです。それでラストにしてください。